私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、かいつぶり。来たよ、僕の町。6時だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。SDGs、やってくれ。私たちは安野さん SDGs チャレンジを応援しています。リアル宝探し虹色レイク探検隊、大自然に潜む幻の宝開催中。19の特別な動植物を見つけよう。詳しくは検索してね。7月1日琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん琵琶湖一周行脚。ゴミを拾いながら歩いて琵琶湖を一周します。今年は生バーコードなでなで解禁。皆さんと触れ合いながらテクテク旅をしていきます。さて今回の放送は、ここからだもん。トロ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 。この日は高島市新旭町ハリエからスタート。白桃が、はい、栗山さんです。バフバフ。テコンドー全日本3階級王者栗山光大選手が駆けつけてくれました。王者自らカートを引いてゴミ拾いに参加。栗山選手と一緒に湖岸の道を歩いていきます。こんにちは。この日は日曜日ということもあり、いろいろな方が応援に来てくれました。こんにちは。来たね。待っててくれてありがとう。やばー、今度触っていいとき触った。やっと会えました。あ、引っ越しできて、はい、あら、ウェルカム滋賀県やで。初めて会えたで。会えたで。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。頑張ってね。いつも見てます。テレビ見てくれてはんの？毎日見てます。うわ、嬉しいわ。あそこ今ぞやからね。うん、今ずから来てくれはった。あら、また今日もずっと見て。うん、これでも、うん、すれ違ってね。あ、ほんま、すれ違いの僕たちだったんだね。うん、うん、あ、おばあちゃんいくつなん？あ、レディーのお年は聞いたらあかん。うん、おいくつ？20歳で。あ、そうや、思ってたんや。90。70サバ読んでるやん。70歳サバ。ケジ元気やな。昭和7年。うん、え、昭和7年。一桁や。あ、6月で90になったと。あら、おめえら、ついこの間じゃん。うわー。ハッピーバースデーおばあちゃん。ハッピーバースデーおばあちゃん。ハッピーバースデーいいおばあちゃん。90歳おめでとう。すごいな。どうもありがとう。うん、元気をもらってテクテク再開。スポーツ仲間。はい、ありがとうございます。ありがとう。よかった。
なんかお兄さんもやってはるような感じのサイズ。僕はもうアメフトをやってたんですよ。アメフト、タックルと一緒やんか。あれちょっと比べると体型が違うで、はい、こんな感じですけど。え、伝説のあれやろ、なんかクォーターバックやったら。いや違う、クォーターバックじゃない。知らんけど言うクォーターバックしか知らんねん。体型、どちらのポジションでやってる。僕タックル。あ、タックルですか。あ、だからタックルか。あ、そうなんや。おー、バーボーや。海ゴミゼロ。白鷺の舞う青い琵琶湖。向こう岸には今津の町が見えています。あれ、向こう岸に、はい、あの今津の奥の方、牧野の奥が見えてるけど、見えてますね。あれ、来週の日曜日はあそこの山登ってみてかな。多分それぐらいまで行けると思います。えらい感じやな、歩いていくと思うと。そうですね、そうですね。これから向かう向こう岸を眺めながら湖岸の道を進んでいきます。ちょっと暑さ尋常じゃないで。尋常じゃない感じ。ああ。照りつけがすごい。ああ。おしんこをめっちゃ食えば日もまた涼しい言うけどもやな。いや違ったと思う。あ、違ったっけ。栗山ちゃん実はあのお坊さんの資格を持ってるで聞いてな。そうなんですか。うん。俺でちょっとこの暑い時にどうやって愚痴言わんと乗り切るかも聞かせてもらえたら。すごい。どうなんお坊さんとしては。念仏唱えるぐらい。あ、念仏唱えるの。割とシンプルやったな。それはそうと、おしんこめっちゃ食べたら火もまた涼しくて、ほんまは何だっけ。え、何でしたっけ。原型ないから誰も分からへんからな。神道明確すれば火もまた涼しい。次回もテクテク歩きます。空を見上げて、おばあこの時ふと考えた、ふわふわこんにちは。再会やで。あ、3本目まで届いたんで、去年より行ってるはずやわ。ああ、安野おっさん美和一やんぎゃ、次回に続きます。グラグラ地震だ。ふうふうふうふふふ、グラグラ揺れてるプリン。これは地震だ。タンスやテレビから離れて身をかがめるんだ。ちっちゃくなって頭や体を守って。うん、揺れが収まるまでじっとしているのよ。クッションがあって助かったわ。地震が収まったわ。怖かった。もしも海の近くで地震にあったら急いで海から離れてね。地震の後に津波が来るかもしれないんだ。イエーイ。おやおや、高いところへ逃げる。その時は手をつないで逃げようね。みんなもお約束。はい。今日のエンディングはこちら。見逃し配信、寄ってるで。ウェブアミンチュで。